はい、どうもこんにちは、翔平です。そしてビタミンミネラルマッチョ立ってますか、マッチョ必須要素のためのサプリメントコアラ。おー、ありがとうございます。ということで、お願いします。今日はですね、コアラさんの持ち込み企画なんですけども。そうなんですよね。はい、トレーニング中のインターバル、あの時間に、はい、コアラさんをカットして、まあ、どれだけかっこよくできるかっていう、はい、まあ、挑戦といいますかね。挑戦ですね。挑戦で、ね、はいはいはい、2人で一つのチャレンジを。いや、なかなかこうマッチョとね、こう美容のね、なんていうんですか、コラボというか、あんまないですもんね。あんまね、もうめちゃめちゃ無理やりなコラボですよ。いや、さすが発想が芸人さんだなっていう感じ。いやいや、もう全然、僕はただインターバル中の無駄な時間を活用してたことだけ。もう僕こま怖いんですよね。あとでこのコアラさんの髪質とかいろいろちょっと、はい、あの僕のチャンネルでいろいろ診断しながら、まあ、どういう感じにやるかっていうのをね、やらせていただきたいと思います。お願いします。はい、髪型をこうちゃんと綺麗にする、はいはいはい、ね、ということと、はい、体を鍛え上げるボディメイクするっていうのは。同じだと思います。そうなんですよね。そうなんですよ、ね、みんな結構こう、なんだろう、まあ、美容と筋トレって全然ジャンルは違うんですけど、はい、求めてるこの最終地点は同じですから、かっこよくなりたいっていう。同じです。同じなんですよ。髪を切るのか、体を鍛えるのか。両方やろうね。最高の企画ですね。最高です。はい。ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。かっこよくしてください。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、僕はいつも通りトレーニング。はい、お願いします。今日は時間を有効活用しますよ。トレーニングを YouTube にしてしまうことでまず一つしたんですか。一石二鳥。一石二鳥。そして今日はカメラマンで一石三鳥。一石三鳥、いらっしゃいます。アップで60。アップ60ですね。はい、 OK、 調子いいです、今日。今日調子いいね。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずカウンセリングからしていきます。お願いします。あ、はい、2分とか語ってもらって。あ、ここから2分で。カウンセリングで結構時間取られそうだな。どんぐらい来てないですか、まず。僕はもうこれ1ヶ月近く切ってないですかね。あ、そうなんですね。はい、この横だけ、はいはいはい、ガッツリいってるんで、はい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 、なんかもうこういうセットしてたんですよね。はいはいはい、結構なんかワイルドな感じですね。はいはいはい、で、こっちはそんなにいってないです。はいはいはい、で、こっからじゃあさて、どうしようかと。はいはいはい、どうできますかね。そうですね、まずどういう感じにしたいかにもよると思うんですけど、ちょっと、はい、将来的には、はいはいはい、まあ、短くしたいんですよ。ちょっと短髪気味にしたいんですけど、はいはいはい、ここからいきなり短髪ってなったらもうほぼ坊主みたいなしかできないじゃないですか。まあでもいろいろありますけどね、短髪の種類によってもなんか、まあ、将来的には短髪にしたいんでしょ。将来的な短髪、じゃあ今はそんなに、じゃあもう言っちゃってもらっていいですか。あ、本当ですか。はい、はいはいはい、もう僕は翔平さんの作品だと思って。はい、もう真っ白のキャンパスなので。なるほどなるほど。自由に絵を描いてください。あ、わかりました。はい、でも意外と柔らかいですね。はい、あ、そうですか。そんな剛毛っておっしゃってたんですけど、はい、意外と柔らかいですね、髪自体は。あ、そうなんですね。はい、生え癖がそんなに強くないのかな。だから、まあ、髪自体は、はい、別にそんな太いってわけでもないです。普通もって感じですね。僕ずっと自分のことめっちゃ拷問や思って。いや、そんなそんな、サラサラです、意外と。え、マジっすか。はい、全然もっと硬い人いっぱいいるんで、意外とやっぱ人の髪触んないと分かんないんですね。そうなんですね。そうなんですよ。僕めちゃめちゃ自分のこと拷問なんですよ。で、そうですね、言ってました。意外と柔らかいですね。はいはいはい。そしたら普段やっぱトレーニングしてる最中ってやっぱうざったりとかってあります？あ、でもその時は帽子かぶったり、あ、はいはいはい、ヘッドバンドつけたりしてるんで、なるほど、全然大丈夫、それは大丈夫です。はい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 。あ、ちょっと行きます、これ。すいません、ちょっと行かなきゃいけないんで。カットに入るまでが長いですね、これ。時間がね。あ、でもこっち。あ、これいいですか。カチンじゃない。あ、カチンじゃないです。そうそう。これかっこいいですね。これかっこいいでしょ。そうなんですよ。かっこいい。さすが筋トレしてらっしゃる方。そう、ギュッてやって、スッてやる、ね。そうなんですね、はい。ストリングカラーじゃなくて、このかっこいいカラーみたいな。かっこいい。ありがとうございます。うわ。よし、OK。なるほど。じゃあそんななんか小原さん自身は、はい、髪型とかこだわりとかないですか。普段こういうスタイリングしたいとか。もうないです、ないですよ。あ、そうなんですね。はい、もうなすがままに。なすがままに。まあ、だからせっかくなんでこの癖感を生かしたいですよね。はい、この辺全部パーマなんで。はいはい、あ、ここだけ、はいはいはい、パーマじゃないと思う。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと40秒。お願いします。はい、
じゃあ、いやー、それさ、時間が、すいません。次は、じゃあ15つけてやりますか。15で、はい。110、110、110、うわ、どこまで行くんですか、これ。なんか行けるところまで行ってみようかなって感じですね。それでやりましょう。トレーニングしながらこれ熱くないですか、意外と。ちょっともしかしたらこう汗ついちゃうか申し訳ないですよ。あ、進んでる、順調に。順調ですね。汗か。なるべくもう横幅を狭く狭くしようとする癖があるので、そうした方が肩幅との差が出て、より肩幅が広く見えるんですよ。なるほど、大変ですね。ほんまにしたい髪型じゃなくて筋肉がよく見える髪型だよね。本当はなんかこういう髪型にしたいとかあるんですか。僕っすか、はいはい、僕あれっすよ、もうサラサラヘアで、あ、なんか風になびくようなロングヘアにしたのがめっちゃ憧れてましたよ。館ぐらいの時もおっしゃってましたね。あ、言ってました、僕言ってました。すいません、この劣悪な環境の中で。あ、でも結構僕あのカットの旅って言って野外でカットのしたことあるんで、なんかちょっと似てますね、感覚的に。そんななんか武者修行みたいなことしてたんですか。やってましたね、1年目の頃に。面白い。ちょっと普通にお店の方にも、はい、あ、ぜひぜひ、はい、来てください。ちゃんとした環境で。ちょっと今日、まあ本当に頑張らせていただきますけども、ちょっとなんかもしかしたら変なところあるかもしれないんで、ちょっと調整させてください。そろそろこんなにね、こんなわけのわからないことにね、付き合ってくれるってね、やっぱ YouTuber 最高っすよ。これ YouTuber じゃなかったら意味わかんねえなっつってやってくれないっすよ、これ。美容師で多分トレ中のマッチョカットしたの多分世界で初だと思いますよ、これ。確かにこれなかなかいないはずですよ。これが僕は美容師の良さだと思ってる。これが美容師の良さなんです。良さなんですよ、美容師 YouTuber じゃないとできない。 YouTuber の、そうですよ。そうです、僕の髪の毛で。ごめんなさい、ほんまベタベタで。いやいやいや、恥ずかしい。やっぱ僕もその、まあ、YouTuber っていうのあって結構緊張して来られるお客様が多いんで、そっか、で結構汗かいてらっしゃるお客様が多いですね、意外と。そっか、だから慣れてます。慣れてます。ありがとうございます。もう終わるかな、もう終わるかなと思いながらやってください。ああ、これはもうどうしたらいいですか。洗って返せばいいですか。大丈夫です。8、9、ああ、いや難しいね、やっぱり連続して切れないってのはね。そうですね、難しいっすよね。しとし、トレーニングされてる方とかもそうなんだと思うんですけど、なかなかこう、なんて言ったらいいんですかね、理想の自分ってこうやっていくうちにどん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 アップデートされていくじゃないですか、目標が。そうなんですよね。なかなかこう、ゴールまでたどり着けないのが良かったりするんですかね。まあ、それもありますね。はいはいはい。永遠に理想の自分の背中を追い続けるっていう。そうですね。僕からしたら、もう小原さんとかサイヤマンさんの体って本当にもう理想の体なんですね。けど、多分小原さんたちからしたらもっとでかくなりたいとか。そうですね、ですよね。多分翔平さんが今の理想の体に近く慣れた時っていうのは、はいはいはい、多分その時の翔平さんの理想の体はまたさらに、はい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 、上に行っちゃってる可能性ありますね。永遠に、なんですかね、終わらない。そうなんですよ。満足してしまったら成長止まってしまいますからね。そうですね。まあ別に止まってもね、ほんまに俺はここまでで十分っていう人もね、いらっしゃいますけど、ね、はい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 、もちろんそれはそれでね、もう全然いいことだと思うんですけど。そうですね。僕はもうやっぱり多分死ぬまで、はい、死ぬその瞬間でもまだやっぱりめちゃめちゃいいこと言います。とんでもなくなんか後ろすごいですよ。力強い熊五郎みたいな。山本みたいな。
足今どんな感じですか？足うーわ全然あ、こうわカチカチあでけー張ってますね前髪がもうベタ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 なんだもんよしできましたか？完成でございます。あー終わったお疲れ様です。ありがとうございます。すごく無駄のないトレーニングでした。あ、お疲れ様です。めっちゃ美味しい。エナジードリンク。めっちゃ美味しい。これいいですね。これもね、うまいです。おすすめです。おすすめです。うまいです。リアルにうまいです。はい。じゃあということで最後ね、カット終わったんで、セットの方ね、はい、させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。こうの方がいいかな。なんかタンクトップ着てんで、これ脱いだやばやばいこれ、細さがこれ、これはやばい真面目に乾かしてるんですよ、ね、これ、はい、これがベストなポジションベストポジこれベストポジションですよね。仕方ない仕方ない。急に仲良くなった気します。そうですね。距離感、距離感なんとこちりまるわ。今日会うの多分2回目ぐらいです。2回目もうなんか長年の僕のサロン、まあ、僕もそうなんですけど、はい、代表がまあそのチーム作ったっていうのもあって、結構そのトレーニングしてるスタッフが多くて、サロンに各自おのおののプロテインが置いてあるんです。いいサロンですね。なのでぜひなんかトレーニング後とかにも来ていただければプロテイン出すんで、ドリンク代わりに。最高最高のサロンじゃないですか。なかなかないですね。やばいっすね。コアラさんは元から癖があるので、ちょっと軽くこう、これ波打ちカールって言うんですけど、いや俺何やってるのかなと思って、このくねくねやるのがそう、かき上げた時にいい感じにふわっとなるんですよ。へえ。じゃあワックスをつけます。すげえ、そんなあるんすね。ワックスはいつもの中野の5番でございます。あ、聞いたことあります。お決まりのやつなんですよ。これいいんすか？これいいですね、万能な。じゃあちょっと、すいません、またちょっと。あ、ベスポジ、すいません。ベスポジ、ベスポジ来ましたね。ベスポジ、これは。あっ、あこうやって前から見るとね、別に。あ、そうですね。の、まあまあ、なんかサロンの感じかなと。横から見ると、俺がこういう感じです。どれない露出高めの男子がえぐいことになる。 YouTube さん勘違いしないでください。出来上がってきましたね。おお、ちょっとこんなちょっとワイルドな感じ、ふんわりした感じ。本当ですか？これエアリーと呼んでいいですか？そうですね、そんな感じ。俺こんなすげえだいぶ軽くしたんでね。え、すごいっすね。お、すげえ。いや、僕この髪型マジで憧れでした。このふんわりした感じ。僕これはもう一生無理ないのな思ってましたもん。あ、すごい。ちょっと一回一周させていただきます、はいはいはい、今日の小原さんの髪型はこんな感じになりました。だいぶがっつりかき上げて、ちょっとまあワイルドな感じで仕上がっております。もともとここがね、小原さんすごい広かったんで、それを生かしてかっつり上げております。このアングルいいです。これめちゃめちゃいいです。はい、ということで、今日はですね、めちゃめちゃな挑戦させていただきました。でもいい感じにカットできたんで、はい、意外と僕はマジで興奮してました。ありがとうございます。翔平さんもう天才なんじゃないかな。すげえ。いや、こんなふわっとした感じの立ち上がった髪の髪型、はいはいはい、僕はもうこれはもう外国人の、はいはいはい、細い髪の毛の人しかできひんもんやと思って、はい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 、確かに外国人ですね。ほんまにもう諦めてたんですよ。あ、そうなんですか。僕マジでインスタでようこの髪型見てたんですよ。特に外国の方で筋トレしてフィジークとか出てる人が、はいはい、結構この髪型多くて。あ、確かに確かに。でも自分はこれ無理だ。あ、しかもこれふんわりした感じで、はいはいはい、もうできたとしてももうバチバチにジェルつけて、はいはいはい、ガチガチに固めたらできるけど、それやるとなんか不自然なんですよ。もううわ固めてる、プラスチック、プラスチックかみたいな、エアリーな感じを。マジで僕感動してるんですよ今。これって大会とかでもこういう髪型ありなの？え、これめっちゃいいっすね。そうなんですね、はい、
ぜひちょっと次大会で、次大会の時はスタイリングさせていただきます、ね、ぜひしていただきたいです。いきますんで、はい、最高の髪型です人生史上最高の髪型です。僕のお客様の中でこんな言っていただいたの初めてほんまにこんなリアクションいいのは初めてです。ほんまに感動しますありがとうございます。できるんすねありがとうございます。なんで、まあ、ぜひかっこよくなりたい男子とか ね髪もかっこよくして、はい、服もかっこよくして、最後で、ね、体もここ引き締めればもう完璧なね、メンズのかっこいいを作れると思うんで、はい、ぜひね見ていただきたいと思います。ぜひ、はいはい、かっこいいは作れるなんかちょっと聞いたことあるぐらいですねオリジナルですかわいいは作れるみたいな違うオリジナルのオリジナルですはい、ということで、この動画もし面白かったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。